こんにちは、三蔵です。今回は誰もが当てはまる内容についてお話しします。今見慣れている方の中でつい大切な人と言い合いになってしまった、職場で上司や部下から指摘を受けてへこんでしまった経験がある方はいませんか？毎日の生活の中では落ち込むことや不安なこと、心配なことって多いですよね。人の悩みというのはほとんどが人間関係から来るものです。そんなモヤモヤを抱えている方は、あるたった一つの考え方をぜひ身につけてみてほしいです。例えばこんなことです。せっかくの休日なのに曇りだったとしたら、多くの人は晴れの日よりも天気が良くなくて残念だなぁと思うのではないでしょうか。しかしそう思うのではなく、曇りだから今日は美味しいコーヒーを入れてみようと発想を変えてみてほしいのです。ただ考え方だけ変えて済むのであれば人間苦労はしないですよね。今回は心理学の観点から、どうやって気分を落ち込ませすぎずに済むのかについてお話ししていこうと思います。では早速いきましょう。皆さん、自己肯定感という言葉を知っているかと思います。実はこの自己肯定感という言葉は心理学の用語なのです。この言葉は自分という存在を様々な意味で肯定的に受け入れることができるという意味です。自分の能力を使って周りの人や世の中のために役立つことができる、ありのままの自分自身に満足している、自分は少しずつ成長している、チャレンジすることに生きがいを感じられるなどといった感覚です。自分自身の存在や人生を肯定的に受け入れることは、人間が幸せに生きていくために欠かせません。どのように自己肯定感を高めていくか考えることが、幸せな人生の一歩となるでしょう。一方で自分自身に対して否定的な言葉を使うと、自己肯定感が下がっていき、悲観的になってしまいます。これは人の脳は暗示にかかりやすいものだからなのです。自己肯定感が下がると、幸せな人生を築いていこうという意欲が失われます。これを一度やってしまうと負のループに陥ります。例えば英語や運動を継続したい時に、今日もできなかった、そして次の日にまた今日もできなかった、そしてその次には今日もできなかった、自分は何してもできないのだと、延々と自分に対してできないと暗示をかけてしまい、中毒者のように毎日意図しない行動を続けてしまうのです。そうならないためにも、自分を否定するような言葉は使わず、ポジティブな言葉をかけ続けましょう。私ならできる、今日はできなくても明日はできるようになる、私は周りの人を幸せにできるなど、根拠は特に必要ないのです。次第に自分が言葉通りの人間だと思えるようになるはずです。自分はできると思い込めば、自己肯定感がアップし、何事にも積極的に取り組めるようになります。成長意欲が高まり、勉強するようになれば、実際に能力が高まっていきます。自分に暗示をかけることで好循環が生まれます。人の体内には気という生命エネルギーのようなものがあります。気が高まると、自分にはどんなことでもできると思えるようになり、自信や勇気が生まれ、自分の力で物事を切り開いていくことができます。気を高める方法は些細なことでできます。例えば胸を張って歩くだけでも構いません。また早起きをして朝日を浴びながらの散歩もぜひおすすめします。他にも気を高める上でおすすめしたいことが3つあります。まず1つ目は、明るく笑うことです。明るい笑顔を心がけるだけで気の力が高まり、自己肯定感も上げられることができます。実際アメリカの哲学者であるウィリアム・ジェームスさんは、人間は楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだ
と述べています。人の表情が精神面に影響を与えていることがわかる言葉ですね。たとえ楽しい気分でなくても明るく笑ってみましょう。自然と楽しい気持ちになり自信がよみがえってくるでしょう。特に自己肯定感が低くなっている時にはできるだけ笑顔になるということを心がけてみてください。そして気を高める方法の2つ目はポジティブな言葉を口にすることです。弱気という言葉は文字通り気が弱まっている状態です。気が活性化している時には強気になって私なら必ずできる、絶対に夢が叶うはずだと夢に向かって行動できるでしょう。一方で弱気になるとネガティブ思考にとらわれるようになります。弱気を打ち払って強気を持続させるには自分の希望や夢を口に出して言うことが効果的です。寝る前に成功するぞ、チャンスをつかむぞと口に出して自分に言い聞かせることをまずは今日やってみてはどうでしょうか。そして最後3つ目は適度な運動をするということです。運動することはこれまでも触れた点ですね。ストレス社会において気疲れしてしまっている人も多いはずです。気疲れすると何かと悲観的になり自己肯定感も低下していきます。気疲れを解消するには適度な運動が効果的です。適度な運動をすると脳の中でセロトニンという物質の分泌が盛んになります。この物質はストレスを解消させ気持ちを前向きにすると言われています。体と心の健康のために適度な運動をやってみてはいかがでしょうか。運動が得意でない方は普段歩くよりも少し早めに歩いてみることを1日 2,30 分程度やってみるのがおすすめです。少しずつでも自分の人間的な成長を実感できている人は高い自己肯定感を維持できる。そのためにも自分の成長具合を具体的に把握してみましょう。例えばツイッターで毎日140文字以内の日記をつけるのはどうでしょうか。140文字というのはツイッターの1投稿あたりの文字の上限です。これなら多く書く必要ないですし一言や二言だけで完結できるので負担を多くかけることはないです。またスマートフォンでどこにいても記録することができます。ポイントは何より続けられていることです。時々ツイッターを振り返って私はこんなに続けられているのかと思えて自分を肯定してあげられるでしょう。それと同時に自分の成長が実感できるはずです。何もツイッターにする必要はなくメモ帳や日記アプリなどでも構いません。簡単にできること、積み上がっている感覚が大事なのでぜひ自分なりの方法を考えてみてください。考えている間にモチベーションは下がることもあるので迷った方はまずツイッターを使ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は落ち込まない生き方についてお話ししました。それでは簡単におさらいです。まず一つ目は否定的な言葉は麻薬であるということをお話ししました。できないことに対してあまり触れないようにする。どうやったら次できるかに焦点を置いて日常を過ごすといいです。例えば運動を継続したい場合、夜できなかったら朝方に切り替えるなど調整することを考えてみてください。そして二つ目は暗い身振りをすると積むということを話しました。弱気という言葉の通り、気が弱まっている状態です。弱気な人はその雰囲気が周りに伝わり、何をしてもうまくいかないことが多いです。常に強気の姿勢でいられるような身振りを続けてみましょう。元気よく歩く、笑う、ポジティブな言葉を発する、適度な運動がおすすめです。そして最後3つ目は怠惰な人は不幸になりやすいということです。振り返りをすることで物事が進展していることが実感できます。それには日記がおすすめです。友達ができた、友達と楽しい時間を過ごせた、趣味を楽しむことができたなど、たくさんの幸せを見つけることができるのではないでしょうか。ぜひ今日から一つずつでも良いのでアクションしてみてください。
こちらのチャンネルではこれからも葬儀をはじめ人生の良いあり方を短く分かりやすくお話ししていきます。これからもより幸せな生活を送っていきたいという方はぜひチャンネル登録と評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。